ごちそうさまです。ごちそうさまです。めっちゃわかりやすかったす、ね、いや、あのー、全然わかりやすなかったよ。全然わか,か,からんかった。わからかったよ。<laughs> シンプルな、いやシンプルじゃないよ。お話でしたね。複雑回帰な話でしたよ。そうですかね。うん、あのー、<laughs> ちょっと、ね、あれですかね。はいはい。じゃあ、 ネタバレなしでまずちょっと話しましょう。少しだけ。後半でちょっとネタバレ、中身の話もして。まあ、中身の話もしててこじゃあ、ネタバレなしで、まあ、まず、これはね、まあまあ、言いたいことなんですけど、ババアの顔がでかかったですね。ババアの顔。ババアの顔はでかいですね。いいじゃないですか、別にでかくて。いや、でもあれが出るとね、おババア、これ、顔でかいなっていうのが、ジブリって感じがしましたよ。なんか、それまでは、割とね、7投手に、まあ、結構スタイルのいい、 子供、お母さん、うん、お父さんでしたけど。うんまあ、確かに、ババ,<ー>ババアだけめっちゃ顔でかかった。そうなんですよ。うん、ババア出てきて、急に、なんかおーって、アニメーション怖い,怖いか。<ー>怖いっていうか、なんかその。 方と思えなかかったね確にそうでしょう、それが6人全部いいババーやったから、ちょっとだから誤解してたなっていうところはありますね。ちょっとネタバレじゃないですか。ねいやまあこれは楽しみにしてる人いるかもしれない今回のババーはどうかなって。毎回、ババーの顔はちょっとでかいから。そうだね、ババーだけど、一番気持ち悪かったな、よく考えたら。他の人はそ スタイルさ割とそれはもう異生物ですら体調ですら足長いのにそうやな確かにねちょっとネタバレなんじゃないそうなんかなそうですねいやそうやねなだからまあちょっとねえっとまあおばばの顔のでかさっていうのはちょっとだからあの世界観ならではかもしれない作ってたんですかねどっちの世界観なんだからその現実の世界観の方が顔世界いから不思議なもんですよこれはあうん現実の世界観の世界の ベースの方の世界の方が、はい、あのバケモンみたいな、ババアがいっぱいいるって、<laughs> 難しいですね、これ、ね、お土産あさりのババアが。<laughs> <laughs> そうね、めっちゃ言うやん、展開、いや展開じゃないけど、これは、ンポイントでしょ、はいはい、そうですね、まあでも、ちょっと中身にはね、触れづらいですけど、まあまあ、でも、面白かった、どうですか、めちゃくちゃ面白かったです、2時間もマジっすか、そうか、いや、僕は結構ね、考え、何がどうなのかって、ちょっと考えてたら終わってしまったって感じと、何が目的なんやろうなっていう目的ととかかもちょっよくら ネタバレだからちょっとだからよくわからんまま終わってしまったなっていうところが率直な感想ですかね。何がどうなのだって考えててはいはいそうですそうですそうです。いやんやろでもんか割とさ感覚的には分かるものが多いと思うんですよ。あんまりこう細かく考えなくてもまあ入ってきやすいうんです 内容にしていると思うんですよね。多くの人が、それ自分だけがわかる感覚を、えっと、打ち出してるわけじゃないと思うから。割とその、素直に見てると、意外とこう、なんだろうな、わかりやすいんじゃないかなと。あ、そんなもんですかね。そうなんじゃないですかね。そわからんとかあれば、何でも聞いてもらえたら。本当ですか。答えますけど。本当ですか。えっと、じゃ、ここからちょっとネタバレありの感想ということで、いいですかね。 そうですね。まあじゃあ見てるか見てない方はね、あの映画館に行ってからまた聞いていただけたらなと思いますけど。まあちょっとあの登場人物目的がちょっとわからんかったですけ登場人物の目的そうですね。あのまあ青さぎであったりとかえっとまあ夏子さんもあっちの世界行ったりとかでえっと王子王子はまあえっとまあ人にえっと継がしたかったみたいなところはあるんですよね。そうだね。えっとまあちょっとねえっとなんかね ぼんやりしてる感じというか、なんかどこでんやろうな、どこではっきりすんのみたいな感じでずっと見てた親父の気持ち分かるやろ親父の気持ち、大伯父の気持ち、親父の気持ちやんな、親父の気持ち分かるやつよ。親父の気持ちに感情移入してても、息子がいなくなったでしかないのよ。息子と夏子がいなくなったでしかないまあでも息子からしたらさ、やっぱり部屋を出て行ったとにね、やっぱり親のさ、 あのキスっていうのはもう見たくないよね。いや見たくないよ。ではそうやっあいつそっとこう部屋に戻る。あの感じめっちゃ共感できる。あれは共感できる。うん、ああいう細かいところで共感できるのはいいんですけど、うん、その大きい。大きくな、ね、い。あ<の>とどういう音だけ。

一でしたよね今回の出来事が、割と結構いろんなことを解決しませんでした。夏子さんをね、お母さんとしっかり認めてみたいな。やし、お母さんが亡くなったことからも、ちょっと救われるじゃないけど、そうですね。お母さんと向こうの日々と出会った時の、なんかあの感じ、めちゃよかったね。う嬉しいなとは思いましたよ、確かに。しかもちょっと あのその後でこで1年,1年間いなかったって言ってたよね、お母さんでえっとなんとなくこうその日に帰ってきたみたいな、時空を超越した世界というね。その感じも不思議で、なんか面白いなとは思っしたいなんですよ、で,でも面白いなとは思ったんですけど、なんかその、そこまで例えばその夏子さんに、真人が夏子さんをめっちゃ救いたいみたいな気持ちであったりとか、なんかこう、そこまで分かりづらいというか、なんかそこまでになってないなみたいな感じで見てましたね。の ととは違う行動をってるあと真人もお母さんやと分かってなくて真人とヒミの関係性みたいなんかまた会えたなんてみたいな感じもちょっとよく分からんなみたいなどこで絆をお前深まっとんねんみたいな感じがあったからちょっと追いつかんかった登場人物の感情にがおかんやと認識した瞬間は描かれてないけどその。 おかんが、ひみが妹やと、夏子のことはすぐ言ってたし。ほんで、真人がそこで気づかんの、勘悪すぎるやろ、こって思ってた。勘悪すぎくて、表情に出さんあ、そうなの、真人はポーカーフェイスやその時ずっとドキーンってきてたの。お母さんの若き頃ドキーンってきてたの、真人は。もうちょい表情出してくれよ。でも、気づかんかった、気づかんかったとして、勘悪いなって。 夏子のお姉ちゃんよ、マヒトって思いながら見てたよ。そうだね。でも。イコール。イコール。視聴者的にはさ、あの、わからなかったじゃないですか。視聴者的にはすぐわかったじゃないですか。君がお母さんって。はいはい。いや、僕は結構わからなかった。マジですか。だって夏子のこと妹って言ってた。もう、お母さんでしかない。お母さんでしかない。イコール。イコール真人。じゃ、夏子が。妹やって、情報をまず知らなかったんですよ。 夏子が妹やっていう情報はい、はい、夏子があ,、はい、あのだから親父がはい、はい、亡くなった妻の妹と再婚する状況やってこと知らなかったんですはい、はい、なるほどね、うん、そうかでもどこかで言ってたよ言ってたよでもその後や そうやったっけでも最初に顔似てるは振ってたよね振ってた振ってたお母さんとそっくりでえっとまあ屋敷に行ってなんとなく分かるっていうかおかんもちっちゃい時はどうのこうのみたいな話もしてたからあれとは思ってはいたもののめっちゃ確定ではなかったから全部がその繋がったところで分かるみたいな感じないまあまあそうやったからほぼ格の状況で見てたからイコールってずっと思ってた痺と気づいて麻痺とは知ってるやん もし、この作品として今この段階で、はっきり言ってなくても、まあ人ははっきり知ってるやん、イコールって。妹だってこと。って思って見てた。夏子おばさんって言ってたもんね。はい、そうですよね。いやだから、ちょっとね、どっかで言ってる感じはありましたし、僕はちょっとその前に、なんか自分の中で確定したシーンがあったと思うんですよ、どこかってはっきり覚えてないですけど、だから、ちょっとそこは思って見てましたかね。まあまあ、でも別に、それはいいんですけどね、全く。 ちょっとだけ感情が追いつかんところがあったなっていうキャラクターの感情と自分の感情がちょっとでもかわいそうやなとは思いましたねインコとかあそうですかうんどこですかインコかわいそうやったシーンあのんかこう結局多分全員は全は出ててこれてないんちゃうあの感じやったらあインコねあの世界の中でだからそれはちょっと辛いなとそうですかそうかそけど ペリカンなんか一個も出てこれてないけどないや出てきたやん最後あ出てきたっけ、うん、ペリカン,リカンあ出てきてたからペリカン、うんうん ペリカンはあれ悪いやつやからな。いや別にまあ悪くはない。ペリカンの苦労も言ってたやんか。ペリカンもめちゃくちゃ苦しそうやったやんか。殺せみたいな感じやったやんまああれおかんやたか。ああまあまあそうやな。そんまやな。ペリカン苦しめたん全部おかんやんか。でもまあまあ、でも。わらわらをね、食べられて笑わらそうやね。わらわらままなんとね。あれだから人間やもんな。わらわらかわいかったな。そううですねあのなんかこ 現実社会にインコが出てきたときにすぐふんしちゃうじゃないですかあの感じはちょっとつらいですよねまああの血の瞬間でなくすみたいなんかねそこいるいるかいるけどなんかこう切ないなと思いましたんかこうインコに対する当てつけじゃないけどさでもなんかサイズも小さくなるやんか現実世界に来るつまり脳みそが小さくなるやんか で、うん、インコは喋れるやん喋、うん、れるな、うん、ただ真似して,、うん、似してそこをなんかすごい浮き彫りにさしてる感じがしてさっきまでな、うん、私もお供しますみたいな感じやったのにな母、うん、<laughs> はは伝えます <laughs> この「王」が。<laughs> 勇敢に進んだと伝えよう伝えますみたいな感じやったのにすぐうんこしてねそうなんですね出てきたし確かにかそのエグさはあるなエグいんでいんすよだからそこでで実際のインクもね喋れたりするからああじゃあちょっと本当は 向こうの世界では、うん、あの人間を食べたいんかなとかちょっと思ってしまう、ねはい、結構しゃべれたり、まあ、めちゃくちゃ知能ある人間並みの知能があるように描かれてるもんなうん、うんまあ、ちょっと人間より低かった気もする気持ちな、うん、ちょっと情熱的すぎて <laughs> そうやねちょっとそうやねですかね <laughs> だからあのインコの王様です、ねうん、なんかそうそうだからあれとかもうあれこいつが感情的になって世界壊れるんかい <laughs> っていうなんかこの <laughs> 駆け足さ 最後の駆け足感がすごいなみたいなあれは相手は一投両立しなくてももうちょっとで崩れるとこそうですねあと1日は持つみたいなことはありましたもんね言ってたけどもう崩れかかってはいたのでっていうことやったもんなまあまあそうやなでも最後にとどめさせたんがあいつかいっていうのがあってんけどなんであいつ切ったんやろななんであいつ切ったんだろうな切ったうん あのう、ー、県で,県でね、うん、ああ、そ,そんなものにとか言ってたんですよあ。はいはいはい、そうですね。ど,どうしたかって,んっていう。でも出てきてたもんな、最終的に。そうね外な、うん、そうね、なんとか脱出はできたよ、ね。うんまあ、よかった。 でもどうしたかってのはほんまにあるよなあいつも分かってたはずなのよだからあの石が積み合いあの石がダメになったら、うん、この世界がダメになるみたいなことは <laughs>、うん、あいつの知能やったら言うやは分かるはず <laughs> ね人間いやいや,いやあいつはでも隠れるのだけうまいよ、うん、そうですか後ろからあんな図体でかいのにさうん、うん、あの 隠れてつそうやな、うん、確かにねまあまあ見えてるけど、ねうん、あいつでもさっきまでここおったんじゃんみたいなちょっとあったけどな <laughs> まあでも戻ってきたのよ戻ってきてそうですか、うん、戻ってきてここから先に進むのは勇敢なみたいな感じもちょっとよくわからんかったけどだからちょっとよくわからんところが多かったなっていうのでその 楽しみきらんかったところが、で不思議な世界にいざなわれていくっていうのは、なんだろうなあ、これをさ、じゃジブリ作品であったりとかさ、そういうアニメーション、初めて見たんやったらわかるけどさ。うん まあ過去の作品からもさ不思議な世界にそれあんねんけど新ルールが出てきすぎてなだから真骨頂すぎんねん <laughs> ジブリ作品の。えじゃあ, <laughs> あ不思議な世界にいらわれた後の不思議なルールとか、うん、さらに不思議な出来事がちょっと多すぎてちょっとねあの飲み込めない麻痺とかすごすぎんのよ。 ああマヒトの純能力高すぎそ,、うん、<laughs> そんなことないよめっちゃ高いや,いやマヒトの純能力元々の現代でもはい、はい、あえて自分でね弓、はい、をああ 作っはいはいる男ですはいそうですねちょっとね変わり者のそうです純能力はそれありますよ純能力めちゃ高い自分で頭をねまいりまいりまでりまい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 りまっりまいりまいかまいりまいりはいっまいりまいりまいりっいりまだりまい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 りま頭りまい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 まいりままいまいまいりまいまいまいい 石が結構キーポイントじゃないですか、このあっちの世界で。あそうですね、石キーポイントです。だからここが、これが自分の傷がね、自分の悪意だっていう話もしてたじゃないですか。石で傷つけて、これが悪意ですみたいな感じだったな。ここはもうなんか、そのいろんなピースがぐにゃっとはまってるよね。ぐにゃっとね。いろんな伏線やピースがぐにゃっとはまってるの。ぐにゃっとね。ぴったりじゃなくて、ぐにゃっとね。 うん、何回も大手はかけられてる感じすすよね。バチン大手何っていう感じは結構したでしょ。<laughs> あでも、こうしたら避けられる <laughs>。っていう感じがありましたね。ええ、そうちょっとだから、はいあの、なんかめちゃしっくりはけえへんかったけどな、俺は。まあまあ、でも、うんなん、楽しめたわた、楽しんだ部分はあるんですけどね、めっちゃ。うん、いや、めちゃめちゃ、そうですそう、そ,んその不思議な感じですか、めちゃめちゃ面白かったよ。だから、不思議な世界のいざなわれ楽しみあるやん、んジブリって。 そうまあ、僕、そんなに実は言うとそういうの好きじゃないですか、はい、不思議な世界にいざなわれる感じ好きじゃなくて不思議な世界にいざなわれの真骨頂って思いにい、ね、結局は不思議な世界にいざなわれるとかだったら好き勝手できるじゃないですか好き勝手じゃないんでしょうけど好き勝手できるように見えちゃうから。 それがあんまり好きじゃないと思ってたんだけど今回の作品に関してはやっぱそういうところが全部なかったようなあるあるあるないことないないことないほんまになんかねあんまり不思議に思うことはなかったんだよねそうですか不思議すぎてみたいなこといやそういうことじゃなくてあそうだよねみたいな感じが多かっただから共感性が高かったんじゃないそうだよねみたいなそうだよねなの んか招かれてないみたいな感じそうそうそうだからそれもなんか言われた時にあはいはいはいって感じがしたのよあそれはでもなんとなくなかるけど何となくないい線つくなと思ってどっかであでも聞いたことあるみたいな感じもちょっとあるし何かんかわかるみたいなあるでしょだからそのそういうのを結構こう積んでいった感じがしててあそうですかだから割とポイントポイントではわかるんですけどだからこう なんだ理屈上説明しなくてもかるあなんとなく分かるなってところをあんま逸脱せずに、うん。うんうん 作られてる気はアオサギ何がしたかったんやろっていうのが結構あるんですよ俺は。ああ、アオサギが。アオサギの目的がちょっといまいち分からない。心臓食いたいんやったら別に心臓いつでもっていうところもあったし、別にいざなわなくてもと思うんで、いざなった上で大王子が出てきて、お前がいざないみたいなこと言われて、で、なんか途中でやめてみたいな。アオサギ何なんっていう、ずっとそれはありましたね。アオサギがちょっと装置というか、なんか。 よ自由自在な装置すぎてよくわからんわっていうところが割とだからそれにずっといるパートナーじゃないですかやのにえとちょっと感情がわかりづらいなっていう顔、うん、なかった感情が都合いいなみたいな風でえとちょっとだからなんか見たことあるけどなこのいざなうやついざなうやつと,えと敵やったのになんか途中でなんかないざこざの中で味方になるやつは知ってんねんけど。<laughs> 知ってるだけで、最初の、当てはまらないのファーストコンタクトが分からなかったってこと。ファーストコンタクトがな最初は何がしたかったんやってこと。最初何がしたかったんや。まずこれが分からん。まあだから待ってたやろな、その、なんだろうな、その、あれになるやつを。後継者うんうん。割と危害加えてたけどな、その割には。マジで心臓らいそうやったけどな。まああとは、どのくらいか分からないけど、あいつの関係性よね。だから、えっと、 氷見だったっけ?。はいはい。おかん。おかんね。おかん的にはさ。着てほしいってのはあったんでしょう?。おかんは、えっと、どうなんやろうね、氷見自体は。あの、あそこにいる氷見は。少女氷見やん。そうやな。少女氷見は、えっと、まあ、真人のことを、まあ、知らない。っていうことでいいんじゃないかなと思う。知らないよな。知らないけども、あのままやったら、あの、一年間帰ってこなかったわけやろ。うん、そうやね。もっと帰ってこなかった可能性もあるよね。 が来なかったというか、あの世界が崩れなかったら、分あの氷見はずっとあそこにいたんじゃない、だってあそこの世界の人間としても生きてたもん、はそうなると、氷見は生まれへん生まれてないねだからそういう意味では、氷見を返す必要あるよねだから、氷見人が行ったっていうことで、物語上の、なんやろうな、重要な役割を果たしてるのは分かるんですけど。 だからアオサギの目的いざなった目的はちょっと分からんっていうところなんですよ <laughs> だからマヒ人と氷見の関係はわかりますよわかるとして分かるとしてっていう感じかなというところですかね,ね、うん、そうかそうかああだから氷見とマヒ人の関係みたいなのはなんかめっちゃ良かったなって思うし、うん、会った時うわーいいねって思ったしいやだからこういうふうな考え方をできるとああああとかこういうことが現実にあるとああそのお母さんとお別れしたああこう小学生とか中学生ぐらいまだね その立ち直れてない子とかの立ち直り方としては、なんかすごい考えさせられるなと思いましたけどね。まあ、怒りようがないねんけどな。いやいや、<laughs> 他の人に当てはまりようがないねんけどまあ、令和ではなかなかないです。いや、昭和でもないよ昭和初期やから、よくあったんでしょういや、昭和初期のよ <laughs> あるあるの出来事ではないよ、これ。<laughs> <laughs> いつでもないよこれは。<laughs> いつでもないですか <laughs> いつでもないですよね。まあでも実際そういうもんなんだなと思いましてあのまあ当時はやっぱりこう、うん、人がこうあの後ろに乗せて走ったりとか。うん、人が後ろに乗せて走ってた。あの自転車のやつ。はいはいはい。 自転車とか、こんな感じやったんかなとか、車とか珍しいんやろうなとかさ、やっとエンジンかかったみたいな。で、お父さんがね、結構車で校庭にまで乗りつける感じが昔ながらやな昔ながら、こういうのって実際そうなんやなと思ったんで、いや、そこはいいんですよ、それは昭和の普通の。 はありまだから昭和のところはもうめちゃだから普通面白かったけどなねえそうですだから建物のところかとかそはいうああやってこう囲うんやろなっていうねいやあれはちょっとだからあれは大子の発想ねあれをしたからあの世界が生まれてるのかなそうだよねまあまだかあの世界がんか人間の作ったもんじゃないみたいなことが分かってからがちょっと面白かったですかねんかああそしたらじゃあんかこう結構何でもありみたいな。 まあそうだよね確かにでもその意味合いというか、どこまで分かってた、王子はどこまで分かってたのかちょっと気になるね、その、卑弥がさ、真人が来た時点で、卑弥が現代に帰ったのとイコールになるやんか。人が来た時点でつまり、真人が来たってことは、ってことは、卑弥の息子なわけやから、血、つながってることも分かる、ただ、感じてるだけやったら知らないよ。 分かるってことは、氷見<あ>の息子ってことも分かってたとしたら、王子が。じゃ氷見は現代に変えるんや。んやっていうことは分かる。そうですね。じゃあ、それがなんで変えるのかっていうところだよね。ああうん、そうやね。だから、そこら辺がその王子がどこまで分かって。あ,あ,あの、やってるのか、ちょっと謎はちょっとありますね。いや、まあ、でも、あの、世界が崩れることは分かってなかったんちゃう。まあ、そこは分かってないやろうな。めっちゃびっくりしてたもん。 めっっっちゃはしててなないでもわぐらにたよねそう考えるとさ氷見は記憶を失ってたかもしれないけど失ってなければあっこであの真人と言ってバシンって切られて世界が失われあの世界が崩れてしまうっていう経験はして出てきてるわけやろっていうことですね。でそしたらさあの外のタワーもさ一緒に崩れなおかしくない そのこっちの現代の真人の方の時代の方では崩れてたやん、実際に。はい、じゃあ、そのおかんの方の時代の方でも崩れとかなおかしくない。なまあ、だからそこはもうなし,なしにしていこうや。<え>そういうことはなし。っていうのはちょっと気になったけど、だから向こう側描いてないからな、うん、崩れたかもしれない崩できてるかもしれない。そうね、だから崩れたかもしれないし、再建してるかもしれないし。 鳥が出ててきもももかからしれんねそっち側にね真人の方の時代にね鳥がいっぱい出てきてもたから崩れたかもしれないそうね違うドア側にはね2人だけ2人だけとかいうことやったら崩れないみたいなあっちはキリコとヒミが出てったって感じだもんねっていう感じになるそうだねあっちの方はいやとしたらキリコは違うドアじゃないかなでも キリコがまでも氷見を連れて行った感じはあるけど、うん、キリコが氷見と同じドアやった場合に、うん、キリコ付けんの早いなって思ってさ。 <laughs> キリコがヒミと同じドアやった場合は桐子<姫>は,はたぶん、まあ、今でもあれからだってさ、25年五年が経っててもおかしくない、ね。おかしくない、うん、でもキリコ不見の早いなって、キリコ顔でかなるの早いなって、桐子 <laughs> があのキリコが、あの時代のキリコが30歳ぐらいやったら、今、キリコ五55歳ぐらいやと思うから。 うん、五十五歳としてはちょっと顔でかなるの早いんじゃないか、うん、思うけどでもさ、当時は昭和初期やんか。ああ今とやっぱ寿命も違うし、ああ何歳からおばあちゃんなのおじいちゃんなのっつって、今より早いと思う。ね、確かに今より全然早いな。そうそう今はなんて六十代七十代もはい,はいはい。そんなにおばあちゃんがない人も多いやん。そうやね。結構若々しい人も多いから。六十ぐらいなんておばあちゃんって。 あんま言える人少ないよそうやねだから昔で言うとでも50代でもおばあちゃんやったかもねれ50後半とかやったらあもうあれしっかり二頭身になってたん <laughs> 四頭身なせめてああ <laughs> 四頭身になって二頭身はもうユバーバやから <laughs> あそこまででかくないから二頭身になると悪者になるそこがやっぱ昭和今の令和とはちょっと違うはい、はい そうなんで確かにね、やっとしたらばっちりやねん、じゃあ、ひとキリコは同じドアから出ていってよね。で、きりもた分やけど、記憶をなくしてってことか。まあ、なんか物をね、持っていかないと、持っていったから覚えてるっていう、徐々になくなるけどみたいなこと言ってたじゃん。そうですね、だからきりまあ、今のキリコは全然、全部記憶なくしてるから、だから人を止めてたってことやんっていうことやね。 であのタワーも壊れちゃったからもうじゃあもうないとあっちの世界はなそうですね、うん、繋がらまあトんみたはなあそうかそうかもつがらんね、うん、っていうことです、ね、あっこ,この世界はこうあんなになっちゃったけど大丈夫なのかなあっちの世界、うん、あっちの世界はもうなくなったんじゃないええんかあれなくなってな,なくなってええんじゃないのなくなるもんなんちゃうでもあっちの世界がいい世界 ととももも言言ええててたたんかかでも地獄とも言えてたからなだからペリカンにとっては地獄やしだからも,もっと積み木でいい世界を作っていくっていうことをしたらあ<ー>まあいい世界にはなってたんやろうけどまああ人<っ>がついでっていうこと確かにね、うん、あいつの積み木うまないよなあいつの積み木はいやなんかうまい気もするよあれで立ってるんやから <laughs> あ,あそうかすげえバランスな気もする掃除<ー>の積み木の,そうそうそうの積み木, <laughs> 木力やろ なかなかのもんなんじゃない <laughs> そうなんかな、うん、もうちょっとでも冒険性えがあったらもっと持つんじゃんと思うな,なんかそのなんで押したちょっと待ってくれよっつって押したじゃんか、うん、あ押したことでちょっとバランス悪いなったんちゃうかなと思ったよでもあ思った思ったこ、うん、れで一日は持つもつえ <laughs> もう<日>もうちょっといけたんじゃないって <laughs> <laughs> <え>思ったよでさ、うん、なんかそのあれをこう 整えるルールがさ、なんでジェンガみたいになってるのと、そのちゃんと全部の手を使ってさ。綺麗にこうで、だやったダメなのか、その指とか、なんかそのどうやったか忘れたけどさ。ちょんってやる感じにしてたじゃん。そうですね。全部こう下からこう手で支えてさ、全部こう綺麗にやってたいいんじゃないのとは思いました。ねまあまあまあ、それはまあ世界と繋がってるわけやから、あのめちゃくちゃぐらついてまうんじゃない、世界が。ああ、触りすぎ。ぐにゃぐにゃになっちゃうかもしれない。うん、それと。 迷惑かんちょっと迷惑やろうから、まあ、ツーンっていうルールなのかもねそうか、うん、まあなんかでも気持ちいい瞬間が多いなと思いましたそうですかあそうだよねっていうそれはそのあの殺傷できないよねとかあのくねこいれるたくさんのあの、うん、黒,黒透明のやつだとかあいつら殺せないからみたいなあ<ー>まあそれはそうだよねとかいやちょっとわからんけどね <laughs> そりゃそうだよねって別にならんかったけど <laughs> でリコが「殺すのは俺の仕事だ」みたいな感じ言ってたから言っててあれ仕事なんやみたいな感じもあったけどちょっとよく分からんかったかなでもよくは分からんけど分かるのよねよく分かるわけじゃないけど分かるよねちょっとだけ分かる部分はあるけどでもその黒子のとかちょっとだから後から考えてもあ結局分からんわっていうところが多くてで何なんだろうって考えてたら分かるかなって思ってるうちに分からんことが多いまま終わっちゃったっていう感じもあるわ 基本的にはさ、ああ多分そのすべてにおいては、ああ説明を求めたら、多分説明はつくと思うんですよ。うん、で、ただそれをすべ<あ>てこう分からなくても、ああ理屈で。 分からなくても見てて感覚的に共有した方が作品として楽しいんじゃないかっていうところもあると思うんですよねだからそういう意味では、えー、と楽しめる人もいればそこが共感しづらい人はちょっと意味わからんわっていうところで、ねうん、楽しめないっていう人もいるやろうけど、うんうん、僕物のけ,物のけじゃないわと千と千尋がわりとそっちやったんですよ。あそうです共感 する部分があんま薄かかかったからら、はい、割とよくわな,なるほどね僕でも人間の感情がちゃんとしてたと思うんで千と千尋は結構ついていけたっていう感情はありましたちゃんとしてるんですけどこれもだから、えっと、ついていかへんっていう早やっていう。<laughs> ことなんです。日々と真人のところの絆とか早っとか思う感じっていう思ったそうかな。はい。やっぱ敵が多いとね敵が多いとああなるよなるほどねちょっと同じ敵をね目の前にするとね団結力みたいなものが生まれるしいい子やしなはいはいまあねちょっと怖い気持ち悪いなあれでも怖かったなあのシーンとかあの縛りつけられてインコがあの包丁を研いでてペロッてやった時とかめっちゃ怖かったわ準備をしすぎて。 じっそうやね早起きゃねっていうところはあるんでしょうけどでもあの辺がさその王子はさボケっとしすぎよな自分のその後継者もやられそうになっとるかな。そうやなしかもだいぶそのあのあの世界でもまあ王子の方が格上生物っていうことやもんねはっきりと向こうの王様とこっちでもっていうことやのに ちゃんとせえよと思うけどなとあと能力でいうとさ氷見の能力いいじゃないですかそれがこうまひとはあっこにいたら何か能力ついたのかなもしれなねそうですね氷見だけやもんなでも能力しっかりあるの人間でそうやね王子の能力はわからないけどねわからない積み木力だから積み木力っていうところなんじゃないそうかそうか石なんじゃない石なんかな ああかな石の能力とかもつけばいいんだけどねああまあ人ははははいはい、はい。頭にも傷を負ってるしそうやね、うん、まあ石なんかもね 医師というか、だからあ人も積み木ができるってことやもんね、でも氷見にはできひんかったかもしれんね、誰でもいいわけじゃなかったというか、後継者は。そうだねだから夏子の子供を期待してた部分もあるんかなとも思ったし、そうかもしれないよね、別にあっちで産まなあかんっていうルールはないやろ、ルールはないけどな、せでもいざなうのが結構大変になったかもしれんね、でも男の子だけとかあんのかなもしかかしてもれないね、だから夏子の子えっが、息子やと見込んでやったことなのかもねそうだね。 んでえっと物心ついてしまうとあのマヒみたいに断る可能性出てくるからこっちへ育てようみたいなびっくり断られるなんてっていうこともあるじゃん王子びっくりってこともあるよでなんで子供はさこう子供がいるからえっとナスコは殺せなかったみたいな言ってたじゃないそうですねそういう意味ではその一つの命令しか聞けないのかな銀行 そんな頭よくなってない良くないかもしれないめっちゃいいわけじゃないかもしれないだから私の一族はだめだぞっていうことは聞けないのかもしれないだから一つ子供が赤ちゃんがいる子はだめだぞって言ったのかもしれないねまあそうだね生まれてないものはだめやっていう認識なのかもしれないねああはいはいはいペリカンと違ってそこはそうなのかもそうやねペリカンは生まれる前のやついくもんね ちょっと一番やけど、あと不思議やったのはさ、リコが実は同じとこに傷があるんですよね。あそうでしたっけ私もここあんねんって見せたじゃん。ったかってことはさ、なんで真人が現代で怪我したときにさ、ババアさ、私もここ怪我してねんって言えば、タバコぐらいもらえたんちゃうかと思ったけどな。まそうか いや、俺、ババアの分けそんなついてないねんけど。ついてないかあの、タバコ欲しがってたババアは、えっと、キリコやった。キリコじゃないかもしれないね。じゃないかもしれない。キリコじゃないキリコ。キリコじゃなかった。違うから。いや、分からん、俺、ババアの分けがついてるいそう、何人もいるからさ。ジジーは、ジジは一人、オンリージジーやった。オンリージーだからタバコジジーやろ。そう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 。タバコバアの方がちょっとわからへんねジジとアオサギの関係は 白鷺やったギ鷺嘘つきのアオサギでパートナーは青鷺とジジイは顔一緒だよね顔違うかでもちょっとそうかもなんか青鷺の中身見えた時にあれ誰か出てきてた感じした鼻似てたよねだからジジイやったか顔似てるなやっぱアバちゃんかジジイかジジイの方ちゃうそうだねタバコ好きのジジイの方と青鷺はちょっと似てるそうなるとなんかいろいろ気になってくるな 一番最初にこう部屋に屋敷に来た時にさ寝たきりのおばあさんとかいたじゃんかいた寝たきりのじいあそうやね寝たきりのおばあさんをじいさんが看病してたからあのおばあさんとかなんか関係あんのかななんか気になるな確かにねだからそこあれキリコちゃうよな違ういやキリコはいるもんないるし引きずられて結構元気やったよだから引きずられる元気あるそうだよね 難しいな。難しいね。いや、でもなんか、一回見ただけでこれ分からん。分からん、分からんこと多いで。まあ、見て、すぐ喋ってるからさ、ちょっと一回整理しないと分かんないそうですね。あと、まあ、えっと、こういうことじゃないかな、みたいなことがあれば、ぜひコメントいただければという。そうですね。コメント頼みですよ、やっぱり、ここは。そうやな。一他の動画見るかやな、ああ、そうですね。はい。その2つ。そうですね。理解が早いのはその2つ。そうかもしれない。一かもう一回見に行くかやな。 まあ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 もう一回見に行ったらこれもうさ分かってるわけやん展開がでそのルールが分かった上でその時の事情とか出てきてるやつを全部こ全部こう全部見れるからさだいぶ分かるんじゃないこれちょっとだからそうね理解度は高いかも2回目が結構分かるタイプの映画じゃないこれはそうやと思うよだから1回までもさっぱり分からんかった分からんかったとこを書き起こして2回目見に行きたいな見に行くならばそれを見ながらですね見ながらはいそうですねああこういうことかこういうことかと。 するんちいうところも多いかもしれないですね,ね。うん、もしかしたら。なるほど。はい。はい、はい。というね。えー、っと、はい、ちょっと映画感想でしたけども。そうですね。はい、またちょっと別、まあ、別の。映画と見に行きますか。うん これも見たいけど <laughs>、まあ、別の映画を見に行きましょうよ。うねはい、ちょっと話題作なんかは、ねはい、あの映画も取り上げてますし、まだ、あ、んはドラマの感想なんかもやってますので、はいはい、よかったらチャンネル登録の方していただければと思います。ありがとうございます,います、はい。ぜひぜひコメントもお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。ではい、ごちそうさまでした。